なで型の女性、重いものをね、よくこう持って運んだりするような仕事の人、野球の投球動作やテニスのサーブとかですね、あとはバレーのアタックみたいにこう腕を上に持ち上げてギュッてこう強く振るようなものに関しては、胸郭出口症候群を発症しやすいと言われております。腕や肩をこう上に引き上げてくれる筋肉を筋トレしたりっていうのも症状の改善にも役立ちますし、予防としてもね役立ちます。あなたの悩み解決、哲学同心機委員長の井上です。哲学同心機委員の藤です。委員長、本日のテーマは何ですか？今回は胸郭出口症候群についてご紹介したいと思います。胸郭出口症候群って言われて、あ、こういうやつねってすぐ思い浮かびますか？電車の中でつり革をつかまった時にここがしびれるっていうイメージですね。ピンポン、素晴らしい、さすがプロですね。実は胸郭出口症候群っていうのは、腕に行く神経とかはこう首から出てくるんですね、でその首から出てくる神経や血管が首の前の方を通って腕の方に行くんですが、この首の部分を通過する時に隙間がすごく狭くなりやすい部分があるんですね、でそこの狭くなりやすい部分で腕に行く神経や血管を圧迫してしまうことによって、腕や肩や手の痛みやしびれなどの症状が起きるものを胸郭出口症候群というんですね。腕とか肩とか痛いとかしびれって胸郭出口症候群だけじゃないですよね。そうなんですよね。腕に痛みやしびれとか出る症状としては、例えば有名なところで言えば首の骨のね、根元のところで神経を圧迫してしまうことによって起きる頚椎症と言われるね、ものだとか、あとは首の頚椎椎間板ヘルニアとかね、そういった症状でもなりますし、あとはね、皆さんもよくご存知の五十肩とか四十肩、あれも結構痛みだけじゃなくてしびれとかもね、出たりもしますよね。じゃあ同じ腕の痛みとかしびれとかで胸郭出口症候群とそういったものの違いは何かって言いますと、基本的には同じ腕に行く神経や血管を圧迫はもちろんして症状が出るんですが、圧迫してる場所の違いということなんですね、要は椎間板ヘルニアとか頚椎症っていうのは、いわゆる首のね、骨の根元のところで圧迫してるし、今回の胸郭出口症候群っていうのは、根元からこう首の前を通る、この前の通るところで、ここを胸郭出口という解剖学的な言い方をするんですね。そこで圧迫をすると胸郭出口症候群と言われる症状になります。ちなみに圧迫しやすい部位というのが3つあるんですけども、1つは斜角筋症候群と言われるもので、首のところにこうやってグッて力入れるとこう太く出る胸鎖乳突筋ってあるんですね、この胸鎖乳突筋のさらにちょっと後ろのところに斜角筋というのが、前斜角筋と中斜角筋と後斜角筋っていう3つの筋肉なんですね。この前斜角筋と中斜角筋の間から実は腕に行く神経が出てるんですね。なのでここの筋肉が凝り固まってしまうと、神経を圧迫して斜角筋症候群と言われる腕や肩の痛みとかしびれといった症状も出てきてしまうんですね。その次に腕に行く時にこの鎖骨と言われるね、骨の下を通っていくんですけども、この鎖骨と第一肋骨、肋骨の一番上のところですね、その鎖骨と第一肋骨の間を通過するんですが、そこの骨と骨の間が狭くなっている場合に神経を圧迫して症状が出るということが起きてしまいます。圧迫している場所が肋骨と鎖骨の間なので、この場所が狭いせいで起こる胸郭出口症候群は肋鎖症候群と言われております。3つ目は肩甲骨って背中にありますけれども、実はこの肩甲骨は肩甲骨の一番この前のところまで出てるんですね。この肩甲骨の前に出てるところに肋骨のところからその肩甲骨に向かって小胸筋という筋肉がそうですね。この小胸筋とその肩甲骨の間を腕に行く神経や血管が通過してるんですが、ここが狭くなってしまい症状が出るという場合もあります。こういった小胸筋と鎖骨が原因で腕にしびれや痛みが出る場合は小胸筋症候群と言われております。それと稀にですが、7番目の頚椎の凹凸器と言われる横にね、ちょびっと出た突起があるんですが、それが先天的に肋骨のように長く出っ張っている人がいる。その長く出っ張ってしまった肋骨のような遺産物が経肋と呼ばれているのですが、先天的に経肋と呼ばれるものが残っている方は、その経肋が原因で腕に行く神経や血管を圧迫しやすくなっているという状態になってしまうんですね。そういった方もこの胸郭出口症候群を発症しやすいと言われております。胸胸郭出口症候群はどんな人になりやすいんですか？胸郭出口症候群は首から腕に向かう神経や血管が圧迫されて起きる症状です。なので例えば女性でなで肩の人っていうのがいらっしゃいますよね。なで肩の人っていうのは肩が下にグンと落ちる分、ここの下がったせいで腕に行く血管神経を圧迫しやすいと言われてるんですね。なのでなで肩の女性は胸郭出口症候群になりやすいと言われております。その他にも重いものをね、よくこう持って運んだりするような仕事の人もやっぱり重いものを持つので肩がグッと下がるので圧迫しやすくなったりですとか、スポーツとして野球の投球動作やテニスのサーブとかですね、あとはバレーのアタックみたいにこう腕を上に持ち上げてギュッてこう強く振るようなものに関しては胸郭出口症候群を発症しやすいと言われております。胸郭出口症候群の症状は肩や腕や手のしびれとか痛みが主なのですが、実はこの胸郭出口症候群はしびれとか痛みじゃなくて肩こりとして認識されるケースっていうのは結構あるんですね。肩こりっていうとどうしても皆さん誰でもね肩は凝るもんで、いわゆる病気としてそんなに警戒するものではないってイメージあるかもしれませんが、実は胸郭出口症候群のように単純な肩こりではなく病気が隠れている場合もありますので、肩こりを軽視しないっていうことも大事になってきます。そして胸郭出口症候群はつり革をつかまるようなね姿勢で腕に痛みやしびれが出たり、あとは洗濯物をね干す時にこう上にこう手をこう上げたりとかこう手に上に上げるっていう動作をすると神経のね出口が圧迫されやすいんですね。その圧迫されることによって症状が出て気づくというようなケースが多いので、そういった症状がある方は病院で検査してみてくださいね。胸郭出口症候群になったらどうすればいいんですか？胸郭出口症候群の治療法としては神経や血管が圧迫されることによって起きているので、圧迫がすごくひどい場合には例えば手術で腱を切開したりだとか、骨が圧迫している場合はその骨の一部を手術で取って空間を広くしたりとかいうような手術も行われてるんですが、そこまでね圧迫がひどくない場合ですとブロック注射みたいにね神経をある程度麻痺させて痛みを緩和するですとか、あとはその血流を改善するような薬とか、あと炎症を抑える薬とか、ビタミン剤みたいなのを処方して様子を見るというのが病院では行われております。あと病院のリハビリとしてはいわゆる首の牽引といわれるね首をこう引っ張る機械がありますよね。そういったので、要はここら辺の首肩周りの筋肉をストレッチしてあげたりとかっていうのも効果的ですね。あとは肩がこう下がると圧迫されて痛くなってしまうので、この肩とか腕をこう引き上げてくれる筋肉っていうのの筋トレ、例えば僧帽筋とか肩甲挙筋みたいなね腕や肩をこう上に引き上げてくれる筋肉を筋トレしたりっていうのも症状の改善にも役立ちますし、予防としてもね役立ちます。胸郭出口症候群というのは肩がこう下がることによって神経や血管を圧迫してしまうのが原因なので、実は鍼灸治療でねその圧迫している尺八筋ですとか、その肩を下げるような方向に働いている筋肉を緩めてあげることによってその症状を改善できるケースっていうのは結構多くあるんだよね。なので胸郭出口症候群でお悩みの方は是非ご相談くださいね。そういったわけでこれからもさまざまな動画を発信していきますので、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。胸郭出口症候群って言われてあれねってすぐ思いつきますか？ここのつまりそうそういうねってまあそれもそうなんですけど。